丸十。生理のことは話しづらい？生理になっちゃった。生理しんどいけど恥ずかしくて言えない。お腹痛いけど生理だから我慢しなくちゃ。生理？自分のことじゃないからわかんない。ちょっと待って。なぜそう思うの？生理ってバレちゃいけないの？恥ずかしいことなの？無理しなきゃいけないの？自分のことじゃなかったら関係ないの？それって思い込みじゃない？生理は体にいろんなことが起きる。内膜が剥がれて血液とともに出てくる液体を経血というよ。経血がいっぱい出る人やちょっとしか出ない人、期間が長い人や短い人、毎月ある人や月によって違う人、お腹が痛くなったり眠くなったりする人、ニキビができたり体重が少し増えたりする人、落ち込んだりイライラしたり不安定になる人、普段と変わらない人、いろんな症状があって人によって全然違う。中には生理にならない人もいる。生理の時ってしんどいな。お腹や腰が痛くなってきたら温めたらいいよ。腹巻き、カイロ、湯たんぽ、靴下、ストレッチなど軽い運動をすると体が温まるよ。お風呂に入ってもいいよ。体がしんどいときは自分に優しくしてあげて。ブリセでリラックス。生理のことを知ると自分や相手のことを考えやすくなるかもしれないね。生理について学ぶことは大事なことなんだ。今日はしんどいから早く寝ようっと。あったかくしたら楽になるからホットミルク飲む？ちょっとした気遣いがあるとホッとする。自分にも周りの人にも優しくできたら素敵だね。ナプキンにはいろんな種類がある。経血の量が多い日用の大きいものや、そんなに出ない日用の小さめのもの、パンツに固定できる羽があるもの。清潔にするためにこまめに取り替えよう。ナプキン以外に経血を吸収するグッズがある。膣の中に入れるタンポンやパンツが直接吸収する吸水ショーツ。自分に合ったものを使おう。しんどい時は痛みを和らげる薬がある。痛みや不安なことがあったら大人に相談しよう。これなんでだろう。学生の生理に関する授業の満足度を調べると、満足と答えた人は女性が 34%、男性が 24% と少なかった。どんなことをもっと知りたいと思っているんだろう。女性の約 70%、 男性の約 60% が学校でこんなことを教えるべきと回答したよ。体や心の不調やその個人差、思春期の体の変化や生理の仕組み、薬の種類や必要性、生理周期と妊娠の関係、生理中の人への配慮、日常の注意や工夫。あなたは生理についてどんなことが知りたいかな？周りの人と話してみよう。生理のことを詳しく知ったら自分にも他の人にも優しくなれるかもしれないね。